ショーン・リチャード・バーネットは、アメリカ合衆国、フロリダ州、ピネラス・グンダ・ニーデン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB マイアミ・マーリンズ参加所属。2000年の MLB ドラフト一巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、165万ドルの契約金で入団。2003年には、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングで、全体25位にランクインした。 2004年5月30日のシカゴカブス戦でメジャーデビューを果たした。このシーズンは13試合に先発して5勝5敗、防御率5.01だった。しかし、翌年は故障のため全休し、その後もマイナー暮らしが続いた。2008年にリリーバーに転校し、4年ぶりのメジャー昇格を果たした。2009年6月30日、ラスティングス・ミレッジ。 ジョエル・ハンラ・ハンとのトレードで、ナイジャー・モーガンと共にワシントン・ナショナルズに移籍した。2010年は73試合に登板し、1勝7敗ながら、防御率は自己最高の2.14を記録。オフに2年総額370万ドルで、ナショナルズと契約を延長した。2011年は、脱参審率が前年の8.86から5.24に低下し、 防御率も3.81と不安定なシーズンだった。2012年のシーズン終了後に FA となった。2012年12月5日にロサンゼルスエンゼルスオブ、アナハイムと2年総額800万ドルで合意した。12月12日に正式契約を結んだ。2013年8月7日、肘を手術したため、シーズンの残りを休んだ。2014年10月30日に、 契約延長オプションを破棄され FA となった。2015年は所属球団がなかった。11月15日にナショナルズとマイナー契約を結ぶも2016年4月3日に自由契約となった。その後、ロサンゼルスドジャース、アトランタブレーブス、ミネソタツインズの各マイナー球団を経て8月19日に再びナショナルズにトレードで復帰9月2日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ナショナルズでは10試合に登板した。オフの11月3日に FA となった。12月12日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、2017年3月26日に自由契約となった。 2018年3月17日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。